よろしくお願いいたします。小原でございます。ライフサイエンス統合データベースセンター、まあ、短く DBCS というふうに呼びます。これはですね、データベース統合推進事業といって、まあ、大元は CSTP、総合科学技術会議があった頃の、あれを受けて、文部科学省事業として行ってきたものです。まあ、機構には第一期に作っていただいて、まあ、当初は今、JST の NVC の主幹をしている高木俊久さんがセンター長として立ち上げたものを、まあ、引き継いでおります。で、まあ、その後、JST とロイス、我々とですね、まあ、共同って言いますか、まあ、お金は全部 JST なんですけども、受託事業、まあ、共同研究として推進してまいりました。で、まあ、これは、そこにありますように、フェアという原則でですね、データベースにそれを明らかにする、アクセス可能にする、それから相互参照、再利用可能にするという、まあ、そういう形の、ものにしていくというものであります。で、これなぜ必要なのかということでありますけども、まあ当初から、まあ現在もそうですけども、要するにまあライフの分野はですね、バラバラってちょっと語弊がありますけども、たくさんのデータベースがあって、まあつまりプロジェクトごとに、まあ、アウトプットがデータベースになりますので、たくさんのものがあって、で、それはどうしてもいろいろなものを参照しないといけないということがあると、別々のそれぞれ間違ったアクセスの仕方がありますので、しないといけないということがあります。それをなんとかした、それが困ったことだということがありました。で、これはちょっとしょうがないところもありまして、ライフサイエンスというのは、まあ、階層性とよく言われますけども、まあ、下は分子からですね、上は個体、集団までですね、非常に幅の広い階層性を持って、多様な研究対象があります。で、当然それは絡まってるわけですよね。で、サイズにしても分子から集団まで、まあ、10の12乗、13乗以上のですね、違いがありますし、時間スケールにしてもですね、まあ、マイクロ、ミリセカンドから、まあ、何百万年というところまで、ずっとあるわけです。で、この間を、解き保護していかないと、生命、あるいはまあ病気のこともですね、わからないわけですから、まあ、人々は、まあ、病気の研究をしててもですね、最終的にはゲノムに行ったり、まあ、細胞に行ったり、いろんなことをしないといけない。で、それが、元々の研究自体はいろんなところの、階層のところでやりますから、それぞれに、まあ、データベースができるわけですよね。で、そうするとバラバラと言いますか、違ったデータベースにそれぞれアクセスをして、中身を調べて、で、データを回収して、で、研究をすると。で、自分のデータと合わせて研究するということが常でありました。まあ、これを何とかしたいということで、ございます。で、DBCS では、まあ、これは当初いろんなことやったそうですけども、まあ、最終的には知識グラフ化で解決したいということでやっております。まあ、これは個々のデータをですね、下にありますように、まあ、三つ組み、データをこういう形で表すことにして、それを全て URI、ユニークなアイデンティフィケーションですね、それの ID でもって表現すると。で、そうしますと、この三つ組みが、まあ、グラフになってですね、で、グラフの間の、マッチングでいろんなデータの回収ができると。から同じ共通のプログラムで、たくさんのデータベースの中をですね、まあ、渡れることができると。データを回収できると。まあ、こういうことであります。で、これも、まあ、もちろん、私たちだけでやってるわけじゃなくて、国際的にアメリカ、ヨーロッパ、日本とですね、まあ、標準化も進めてですね、で、国際会議を通じて、国際標準をしながらですね、やってまいりました。で、こういうたくさんのですね、基盤となる重要なデータベースに関しては、この知識グラフ化、まあ、RDEF 化ですけども、が進んでおります。で、これをもとに、いろんな、利用できるようなですね、統合化を進めているというのが現状でございます。で、まあ、どんな統合化があるのかということで、まあ、私たち最近は特に日本人ゲノムといいますか、医学への応用ということも中心にしておりますので、まあ、統合バーといいまして、日本人ゲノム多様性統合データベースというのを、ずっと作ってまいりました。これは、まあ、国内で作っている、解析した日本人のゲノムですね。それは、まあ、複数のところでやっておりますから、
で、個々のもちろんデータベースではちゃんと中身は見えるんですけども、それを総合してやるということはできてなかったんで、全部集めてきて、変異ですね。ゲノムはどんどん変異が入りますから、それどこにどんな変異があるのか、どの割合があるのかということを調べる。で、それと関連のデータですね。これは文献データも当然ありますし、ヨーロッパとかアメリカのデータもありますから、それと組み合わせる。ということをしてまいりました。で、右側にありますけど、こういう階層性があってですね。で、ご承知の通り、人は進化していく間で当然、ゲノムは変化が入ります。で、それによって病気が起こったり、いろんな体質ができたりするわけですけども、それをたくさんの人のゲノムとですね、そういう情報を比べれば、それの原因、あるいはリスクファクターとか言いますけども、それが検討がついてくるわけです。それがどういう意味があるのかということは、実験はできませんから、人の場合は。いろんな文献、他の情報と合わせてですね、やっていくことになります。で、そういう、基礎情報をこれが与えるということになります。で、このあたりのことは非常に大変だったんですけども、地域グラフ化が進んでいるものがたくさんあったので、非常に開発期間が短くできたことがあります。で、統合、入っていただきますと、ちょっと非常に単調な、これ、最初のページですけども、ここにレフ、あ、オルタネって書いてあります。これが標準の配列でして、これは実は人ゲノムの一番端っこからですね、ずっとこう並んでるわけですね。で、そこで、この場所の、配列が、T が C に変わったものが見つかりましたということがあります。で、それがこうずっとあってですね、場合によってはインサーション、こういう47ベースが入ったとかですね、デリーション抜けたっていうのがあるとか、そういうことがずらっと表示されるわけです。で、ここはフリーケンシーがありますけども、それが集団間でどうだったかということの情報が出てまいります。で、それ以外に当然、このバリエーションがどんな意味があるのか、どの遺伝子なのか、その遺伝子はどんなものなのかということが順番にタグっていうことができますし、ここに多分パソジェニシティってありますかね、病原性にどう関係するのかなっていうところも、いろんなデータベースとリンクして、分かるようにしてあるわけです。で、どんな情報が得られるのか、例えば酒に強いかどうかっていう有名な話がありますけども、これ ALDH2 っていうのは、これはアルデヒド脱水素酵素でありますけども、これが欠けてると言いますか、変異が入ってると、お酒飲めないわけですよね。で、両方欠けてると、全く飲めないという、そういう日本人多いタイプでありますけども、これも、こういうふうに、当然分かっておりまして、これを開きますと、こんな感じのですね、フリーケンシーが出てきます。で、ここは上の5つぐらいはですね、日本で解析された日本人のゲノムデータでありまして、そこで見ると、フリーケンシーってありますけども、だいたい0.2、20%強の人がですね、この変異を持っていると。いうことが分かるわけです。で、一方、ノマドって言って、これはアメリカでやってるものですけど、世界中のものが入っていって、人種、集団間の差もありまして、ただほとんどは、トータルでも非常に低いですし、アフリカ人、それからラテン、それからヨーロッパ人ですね、ノンフィニッシュですよね。このあたりは非常に桁が違う。分かりますけど、低いと。よく分かっていることでありますけど、こういう表示が数字として出てまいります。で、一方、イースター・エーシアン、これ、日本人は入ってませんけども、入ってない数ですけども、そこはやっぱ多いと。だから中国人等々ですね、やっぱりアジアとしては、東アジアで共通しているということが分かります。こういう情報が得られますので、各研究者はですね、自分たちが解析した、遺伝子、あるいは遺伝子の変異がですね、どのくらいの重要性を持つのかということを、こういうことから研究ができるわけです。その基礎になります。例えばですけども、利用例はいくつか挙げます。これは新規バリアントであることの確認ですね。この先生方は、こういう病気の、原因、リスクファクターを、調べてですね、ここにちょっとありますけども、この塩基が変異して、片側が変異しているということを見つけられました。これは、こういうのがあるのかなということで、統合バーを見ますと、全くないと。だから全くの新規であるということで、おそらく何らかの重要な働きをしているんじゃないかということがわかります。で、実際この遺伝子の構造から見ても、こういう貫通のタンパク質のこの辺りにあるので、そこからあといろんな研究が発展するということになります。からまた、荒れる頻度と言いまして、さっきの酒が飲める割合がいくらですかっていう、ところの頻度ですね。これも結構、
重要といいますか、その遺伝変異がどのくらい意味があるかっていう、まあ、目安にもなりますので、例えばこの先生方はですね、やっぱりこの不整脈ともの心臓関係の、病気の遺伝子ですね、これに関する研究で、まあ、有病率から考えて、このアレル頻度、これが起こるのがあんまり多いと、まあ、ありきたりの変異だから意味がないだろうということで、一定の頻度より大きいものは除くとかですね、からそれを、それを下でも、まあ、もうちょっと別の、関連遺伝子のバリアントを持つ場合も外すという、まあ、そういう非常に細かい調整をした上でですね、研究を進めるということに使っておられます。それから集団間の比較ですね。まあ、これはさっきお酒が飲めるかどうかもそうなんですけども、これは呼吸器感染症の、まあ、PCD っていう、まあ、病気のリスクファクターを研究されている先生ですけども、まあ、このリスクファクターに関係する変バリアントですね、この、塩基が変わったっていうのがあるわけですけども、これが集団の中でどこに多いかということを、まあ、表した図であります。で、ピンクはこれ、日本人ので見つかったもの。から緑はイーストエーシアンという形でですね、なっておりまして、まあ、パッと見て分かりますけど、ピンクが非常に多いものと全くないものですね、がありまして、こういうふうに集団間で、たくさん持っているもの、持っていないものというのがあります。で、まあ、こういうのは例えばピンクが多いところだったら、これをもとに、まあ、仮にですね、薬が開発されたら日本人には効くけども、他には効かないということになるでしょうし、逆の場合だったら、海外で開発された薬は日本には効かないというような、こういうことも起こるわけですね。そういうことに関しても、この基準になるデータを提供しているということになります。まあ、こうやってたくさん使われているわけでありますけども、現在もですね、さらなる強化をしておってですね、まあ、当然アップデートはしないといけないんで、新しく、と解析されたデータは、まあ、どんどん取り込んでいく、東北で、やられたものですね、拡充していきますし、から最近、これは今年度なんですけど、アルファミッセンスと言いまして、これはアルファホールド2っていうのを開発したディープマインド社が、去年ですか、発表したものでありますけども、この変異ですね、バリアントが当然アミノ酸を変えますから、で、変えたときに、どういう結果になるのか、タンパク質の構造が当然変わるわけですけども、まあ、それを AI でいろいろ学習をさせて、パソジェニック、まあ、病気に近、あの、起こる方に近くなるのか、まあ、良性で何も起こらないのかっていう、まあ、確率を計算してですね、提供しております。まあ、これもここに入れてですね、そのバリアントがどうなのかっていうところに提供をしております。まあ、そういう拡充をしてきたということがあります。この辺あたり、今日ポスターで三橋さんが、発表されると思いますので、ぜひ見ていただければと思います。から、あと、まあ、もう一つ医学関係では、ね、パブケースファインダーというのもやっておりまして、これは、希少疾患、遺伝性疾患ですね。こういうものの、判別は難しいんですけども、この症例ですね、症例報告がたくさんありまして、で、これを全部データベース化をして、で、それと、この疾患名ですね、関係を、まあ、確率的にランキングをつけて提供すると。だから、お医者さんは、症状を入れればですね、この窓に症状を入れれば、これ、関連性が高い順番に、ね、疾患名とか希少疾患がランキングに出てくるという形になります。まあ、その場合、うちのセンターでボディーパーツ 3D といって、症状という形であれば、それに関する、語彙が出てきてですね、入力が、の支援ができるということになります。で、まあ、これは非常によく使われてまして、民間でもこの武田と連携してですね、こういう臨床医向けのサービスが公開されておりますし、海外の大学の授業でも、これはオランダの大学だと思いますけども、活用されているという形で、非常によく使われているものになりました。からさらに、まあ、人だけではありませんよということで、これ微生物ですね。まあ、世の中は微生物非常に重要な働きをしておりますし、新しい有用物質の生産もありますので、微生物の研究も盛んに行われております。で、ただ、これを培養するための手段でありますとか、それを変えていかないといけませんので、そういう微生物の培養方法ですね、の、まあ、データベースを統合ミディアムという形で作っております。まあ、で、まあ、これ全てアルデフで記述されているので、他と統合利用可能で、まあ、具体的な応用としてはですね、これ NEDO でやってるんですけども、具体的に CO2 固定微生物の利活用、探してくる、あるいは作ると
いったところで、こういう使い方をしております。で、ただ、この培地培養条件とかパスウェイとかですね、すべてまあ文献から探索してくるので、非常に手間がかかります。それで、まあ最近もう、今年度はもう LLM のまあ大洪水でありましたけども、まあこれを使った情報抽出も当然進めておりまして、まださらなる調整必要でありますけども、こういう培地情報ですね、育成情報が、まあ論文で書いてあるわけですけども、それを適切なプロンプト生成でですね、このデ、あの、地域グラフに使える形のデータに、抽出ができると、自動的にできるということが進んでおります。まあ、まだまだ調整が必要でありますけども、この方向で、データの内容をどんどん増やしていきたいということになります。で、まあ、こういう形でですね、まあ、国際協力で、まあ、国際協力だから世界最大当たり前ですけども、特に私たちが作った地域グラフは、まあ、その中でも一番大きいものですので、それを用いた応用研究と基盤研究、特に応用においては日本人ゲノムの遺伝、疾患研究ということが柱でありますし、から有用物質生産ということで微生物統合をしております。で、あとは、まあ、この支えるための技術開発、まあ、当然 AI、あるいは最近では LLM というものを中心にですね、進めてまいりました。まあ、来年はさらに発展するんじゃないかと思います。から、まあ、これを安定的に運用する体制、ということで進めております。で、まあ、このために、これ去年も出しましたが、今年は統合メドルが増えたのかな。たくさんのツール、これは統合のため、それからゲノム遺伝子、いろんな目的で作っておりますけども、こういうものを作って提供をしております。まあ、それぞれの使い方に関してはですね、統合 TB っていうのがありますので、まあ、多くのものは、ここで紹介しておりますので、ぜひ見ていただければと思います。で、もう時間ですが、最後になりますが、まあ、このくらいの人数で、場所はですね、柏の葉キャンパスで、東大の建物の一部を借りて、頑張ってやっております。それで、今日はこの P って書いた方ですね、新さん、三橋さん、高槻さんが、ポスト発表しておりますので、どうか聞いていただければと思います。ちょっとオーバーしました。以上になります。ありがとうございました。